ゴー、すげえ。え、めっちゃ動くんやけど、これ回転させれるってこと？え、なに、これまで動く、これ。カカシも動いたし、この二人も動く。え、だから何？はい、ということで今回はこの会社バックレルというゲームをやっていきたいと思います。はい、ゲームを始める。黒杉商事、やば、もう名前からしてブラックなんやけど。気になったものをタップしてみよう。アイテムはスワイプして使用できるぞ。まあ、よくある脱出ゲームのやつやね。まあ、この、何？会社から上司にバレずに、その脱出しろっていうゲームなんやけど、え？ま、あ、こっちのページがあるのね。ページ？こっちの部屋があるのね。お、鍵ゲット。やった。あ、これもう普通に行ける感じ？あ、これあれなんやね。なんか、ま、タップとかじゃなくって、普通にスワイプで、アイテムが使える。はい、ステージ2。釣り竿。お、これは？あ、お、え、死んだ、死んだんだけど。バックレシピ、SNS でみんなに社畜自慢だ。社畜自慢、社畜自慢はやばい。あ、じゃあ、こういうことになるけん、釣り竿で取ると。そんなの一発じゃわからんやんね。はい。バックレ成功。めっちゃなんか晴れやかな感じ。はい、ステージ3。あれ、なんか、え、なんか上司おらんくなったんやけど。へえ、待って、上司も働いてないやん。上司も働いてないから、ないか、さすがにないか、もう。お、こんなところに鍵。やったー。あれやね、会社バックレられますようにっていう願いが。うちがブラックなことはみんなに内緒な。拡散しよう。よし。はい、ステージ4。お、戻ってきてる上司。誰？誰なの？新入社員。待って、何これ。腐ったバナナみたいに落ちとるけど。アイテム入手。お、残業中。え、バックレ失敗。何それ。あ、要はあれ。今の栄養ドリンクを拾ったら、栄養ドリンクを飲んで頑張ってしまうってことか。この腐ったバナナ、トイレがあるってことは、トイレが、え、でもさ、これ3つあるってことはさ、この人にもあげるの？かわいそうじゃない？あー、お腹が痛く。そして、ふっふっふ、そして、上司にも。へ、あれ？あ、なるほどね。ここの2つのトイレが埋まったけん、違う部屋とか、違う階とかのトイレに行ったってことが。なるほどね。はい、ステージ5。また釣り竿がある。どこで使うんかな。なんかモナリザの絵があるんやけど。イライラしてらっしゃる。ああ、待って、違う、私今、タップしたつもりないの。待って、なんかね、壁にくぼみがあったけん、多分これを貼るんやと思う。上司のお尻に。はい、鍵ゲットー。やったね。でも、この戸の横で見とけばよかったんじゃない？何やったん、今の。はい、ステージ6。なんか定期的に、何これ、ディック、トム、ハリー。誰？ディック。え、なんか銃が。捕まった捕まったよ。違う、私のじゃないんです。ディックの銃なんです。トムは？なんか、すげえ、かっこいい。バイクに乗って有刺鉄線も乗り越えていく。めっちゃかっこよくない？やば。ほい、それじゃあステージ7。なんなん、全然仕事せんやん。え、これは、あー、1個目にいらっしゃる。待って、ん、何もない。お、銃は拾っちゃいけんやつやね。はい、鍵ゲット。誰の写真、さっきの。全く分からんけど。はい、ステージ8。絶対あそこに上司おるけん。え、待って、2つあるんやけど。こっち、なにこれ、女の子の美少女時。すげえ、雨に打たれたところでバックれたいのね。ステージ9。なにこれ、ケチャップ。は、死体。運ばれていくー。
これってさ、運ばれた先で絶対なんかあれやん、運ばれた先でさ絶対なんかこう嘘で救急車呼んだっていうので怒られると思う。怒られるっていうか罪に問われそうな気がする。待って、あの中から上司出てきそうじゃない？え、でもそこしかないってことはもう、は、普通に鍵や、マジで。え、これもう脱出できる感じ？あれ、待って、これもしかして永遠に続く？え、やばい。え、あ、こっちの部屋がある。待って、こっちやろ。じゃあやったね、バックレ成功、イエーイ。永遠に続くかと思った、迷いの森的な。はい、ステージ11。全然仕事するな、ほんと。誰？え、誰？めっちゃなんか愉快な鬼、え？なんでギター持ったん？お、これ？ちょっと待って、これ。ほら。あれ、持たない。持たないの？お兄さん、はい。うるさくね。へい。あ、これ、中に上司がおるわけじゃないんや。なるほどね。なんで二人でギター弾いてんの？そのギターはどこから来たの？何？仲間？え、これもうこれで終わりなんかな？ステージ12。いや、めっちゃ普通やな。何？彼女？さっきのなんか蹴られそうにしとった男の子の彼女？真面目そうやね。何これ？なんかイケメンらしき。これかな？もしかしてこれ隠しとったやつがバレたとか？なんか船？なんだこれを、あ、え、なんか人ゲットしたんやけど。そんなことある？そしてなんで寝転んだ？なぜ寝転んだ絵に変わった？なんか二人ゲットしたけど、ここ、あ、立ったよ。これあれやん、なんでどっから落ちてきた？タイタニック、タイタニックごっこや。タイタニックごっこや。これでもう脱出。はぁ。あのカップルはカップルでちゃんとタイタニックごっこができるけれど。お、別の建物に移ったんだけど。ステージ13。ん？ダンボール。お、これはあれだね。はい。運ばれていくー。やったね。ダンボールに化けての。はい、ステージ14。寝てるよ。席に座ったかと思ったら寝てるんだけど、なにこれ？押すなよ。押すなよ。マジで避けるなよ。え、避けるなよ。そこは押すなよって言いつつ押されるパターンやろ。え、待って、これ。あれ？ぐー、調子。大丈夫、上司。なんで上司は死なないの？私死ぬのに。イエーイ。上司をひどい目に合わせておいてめっちゃ晴れやかな顔。最低だな。はい、ステージ15。あれ？上司頭こんなんやった？上司髪の毛生えてましたっけ？あれ？え？待って、何これ？お、お、金づち。じゃ、上司ここにおるし、お、てるてる坊主。あ、なるほど、これを、あ、晴れとるけん、吊るすわけだね。あれ、吊るせんやん。あ、ここにもてるてる坊主。あれ？こっちか。ここか。こういうこと？え、何にもなってないんやけど。こういうこと。あ、曇った曇ったよ。で、これで、お、雨、お、お、てるてる坊主が。で、これも、こうやると、ふぅ、飛んだ。何、そんなとこに隠してんだ。てか、なんでいきなりカツラにしてきたんやろ。みんなもうハゲてること知ってるから。ほい、ステージ16。何これ、波、船。ん？波、船。あ、これあれやね、サザエさんのやつやん。波平と船やろ。で、サ
サザエとマスオで、タラちゃん、タラコができて、で、あっちはカツオか。ってことはワカメ、ワカメはない。ワカメ、ワカメあった。これ栄養ドリンクは取っちゃいかんやつやねん。ワカメ、はい。お、すげえ、取れたよ。これも普通に出ていけるやつ？サザエさん一家に。サザエさん一家に入った。はい、そしてステージ17。なんでメガネかけた？どうしたメガネ？お、どこでもドア。メガネ探しよる。ね、メガネ探しよ。なんで？なんで？こっちか。お、やったね。はい、メガネ。ん？ん？タケコプター！タケコプター手に入れたけど。何？どこに？どこに出たの？なんでそんな凍える場所に。待って、ちょっと待って、とりあえず、メガネを渡しまして、タケコプター、窓から出ていくんだね。タケコプター、いいね。そんな逃げ方が。はい、ステージ18。もう二人に変わった様子はないね。ちゃんと起きてるし。え、彼女さん、何こんなところでまでタイタニックごっこですか？何これ怖っ。なんか、わら人形が。え、どういう状態わら人形。え、何？反対向いた、これか。寝転んだ。え、どういうこと。え、なに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 。なんか、出てったよ。捕まるんかい。え、自分ら逃げたのにさ、私だけ逃がしてくれんとかどういうことなん。え、待って。とりあえず、この形にして、はい、出ていきました。え、で、あ、なに、私ロープ最初から持っとんやけど。これで、外へ。え、なに、何してんの、二人。いや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 。さっきの彼女のカサ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 ってのは何やったん？ほい、そしてステージ19。寝てる。寝てる。お、テレビのリモコン。お、これで。うるせえ。めっちゃうるさいけど。起きない。起きないんだけど、上司。え？こっちのテレビもつかんよね。つかないですよね。え、なに？どうするのこれ。なんもできんねえけど。めっちゃ砂嵐やん。え？何もないな。何？超うるさいんだけど。え、めっちゃうるさいんだけど。え？何？え？え？待って。貞子が出てきた。どこかから聞こえる。あ、逃げた。逃げた。何？今度は自分はテレビの謎を解明しようとしてる。はい、ステージ20。お、いない。ん？何？来客でもあるの？なんか良さげな絨毯敷いてるけど。あれ？ここだけか。え？あ、鍵！え、もうこれ出れる？え、あっという間、あ、このパターンか。このパターンか。ってことはまたどっかに分かれ道があるはずだから。三つ？こっち。お、カメラゲットした。なんなんやろう。あ、銃は取っちゃいかんやつね。オッケーオッケー。はい。ん？どっちだ？こっち。何やってんだ？写真で撮るぞ。あ、離れた。離れた。いや、別にみんな知ってるから、そんなの。ね。今更だから。はい、ステージ21。あれ？なにこれ？なにこれ？なにこれ？どういう状態？なんか丸ついとる。丸？え、でもこれ絶対さ、なんていうん？これ配置的にさ、この丸の位置に何かが、ないんですけど。え、この丸の位置に何かがないんですけど。え、なに？この丸の部分が、なんか、ペラってめくれるとか、そういうことは、え、絶対なんかあれよね。え、何？ちょっとわけがわからないんだけど。え？
何？他の部分？なんかタップしていきよったらなる？何もならんねえけど、どういうこと？どういうこと？そう、え？あ、鍵！え？え？何？どこからゲットした今？あ、ロープ！え？この模様の部分から取れたってこと？そういうことかな？え、でもこれ鍵、鍵でね、いやー待って、鍵いらないってこと？リトライ。じゃ、鍵は使わなくていいってことか。鍵使わずに、え、でもこの模様、なんか右下のマーク、右下に丸がついとってけん、この右下じゃないかなって思うんやけど、え、でもなくない？え、なになになに、なんか浮いてきた浮いてきた浮いてきた。え？なんか今現れたんやけど。じゃ、ここはドアからじゃなく、なんか上司はなんで外にいるのサボってんじゃないか。ほい、ステージ22。で？あの時の少年座っとんやけど、どうした？何？働いてるの？お、飴。あげるよ、飴。伸びたみたいで可愛い。待って、なんかチーズ置いてある。お、これは、ここにチーズを。あれ？あ、猫取れた。なるほど、猫が怖くて出てこれんかったんやね。はい、ネズミ。ゲット。ってことは犬も。おー。え、待って、上司。上司上司、ちょ、待って。はい。これで、これ要はさ、物渡した時に人ゲットしとるのは物で釣っとるっていうことやね。はい、ゲットしていきます。めっちゃ動物。あ、なるほど、そういうこと。こう、大きな株。よい、お、お、やったね。鍵ゲット。うんとこしょ、どっこいしょ。まだまだ株は抜けません。はい。株までもらっとる。めっちゃいい人たちや。せっかくにね、一生懸命抜いたのに。はい、ステージ23。またカツラ被っとる。どうした？そんな気に入っとる？取ってやれ。イエーイ。取る必要があるんかどうかわからんけど。え？ここ何？なんか、ああ！ああ！なんで？てか、なんで室内にそんなもんがあるんだ？カツラを投げ捨てるとかそういう。めっちゃ嫌がらせやけど。へい。え、怒られた。怒られたよ。え？なに？え、でもさ、他にすることないんだけど。他にすることないんだけど。え、なに？別にタップできるもん何もないよね。え？ここも閉めるしかないし、他別に何もないし、え？別に隣の部屋とかないやろ？もう一回開けたら何か、ないな。ないな。え？え、待って、なんか現れてる。これは？ああ！顔面。あ、なるほど、そこで釣り竿か。待って。ってことは、あのカツラ別にいらんくない？別にいらんってことやんね、あれ。え、全然現れんねえけど。え？お、来た。ヘイ。いいね。ありがとう。よし。ネッシー目撃。しかも会社内でっていうね。めっちゃ話題になるよ、これ。はい、ステージ24。何？カカシがいるんだけど。え？何これ？しかも見て。なんか机の上にガンダムに出てくるみたいな感じのおるんやけど。ん？これは？何これ？何これ？なんもない。お？もうなんか矢印取れた。これ、うわ、え？なんか、クマちゃん！クマちゃん二つゲットした。こっちあかんのやね。なるほど。え？で何？クマちゃんあげる。しかもこのクマちゃんネクタイしてる。めっちゃ可愛い。いいね。え、何もできんねえけど。代わりに座らせるとか。え？これ、え？何？え、めっちゃ動くんやけど。え？お、すげえ！え、めっちゃ動くんやけど、これ、回転させれるってこと？え、何？これまで動く？これ。かかしも動いたし、この二人も動く。え？
だから何だから何 0.1、0.3、0.5 え、この辺は動かない、この辺は動かない、あれ、ちょっと待って、これこっちとリンクしとるってことか。だってこれさ、その3つに分かれてるわけやん、3列に。これ要は上司となんか同僚かなんか分からんけどその2人がこの 0.1 として、でこのロボットとカカシがこの 0.3 になるとして、一番下がクマちゃんみたいな。え、じゃあとりあえずこのクマちゃんをこうしてこうで、あと左上、左上、上下、あ、ここ変える必要なかったこれ何、あ、めくれた、めくれたよ、イエーイ、バッキレ成功。あ、これ終わりじゃなかったっけ、ラストじゃない、違う、よーし、バックレてやる。待って待って待って、なんかえ、めっちゃ面白いんだけど何、すごい、学校行かない、行く、行かない、なんでさ、会社からいきなり誰誰誰誰誰、何、父、ろくな大人にならないぞ、なるほど、これは別に現在進行形ということではなく、今までの人生を振り返るよる的な感じ。確かに学校行かんかったらね、勉強しない、する、しない先生、お前のために言っているんだ、大人ってなんかね、何かとお前のために言っているよね、本当にためになっとるかどうかはよくわからんけど、よくわからんけど、結果が出んかったら、まあでも気持ち的にはね、就活しない、する、しないにしたらめっちゃニートやん、大丈夫、お、友達、将来どうするんだよ、心配してくれる友達がいるというのは幸せなことだね、いいことだね、そうやってなんか人生のキロキロでちゃんとなんか言ってくれる人がおるのはいいよね。退社する、しない、する、でもこっちの方に、あ、そっか、こっちが、バカなこと考えんじゃないよ、何、どういうこと、あ、退社するなってこと、しない、え、でも退社しないっていいことやね、え、行き止まりじゃね、え、めっちゃ行き止まりなんやけどめっちゃ行き止まりやった、こっち、正解、こっち、退社する、するが正解ってこと、あ、ブラック企業やけんってこと、社畜メンタル230、会社が現れた、仕事、道具、逃げる、逃げよ、ブラック企業から逃げよ、社畜は退社届を提出した、エイプリルフールは今日じゃないよ、ビリビリ、退職届は破かれてしまった、会社の攻撃、今日の定例会議23時からね、遅くね、え、遅すぎ、社畜に20のダメージ、え、逃がして、社畜は退職届を提出した、お前みたいなのが会社辞めてどうするんだよ、ビリビリ、退職届は破かれてしまった、お前みたいって言うぐらいだから辞めても問題なくね会社の攻撃、同期が倒れたんだろ、その分まで仕事しろよ、知らんよ、そんなしわ寄せね、持ってこられましても、社畜に30のダメージ、今頑張らないでどうする、でもね、え、ブラック会社で頑張ったところでじゃない、お前の代わりはいくらでもいるよ、だから辞めさせろよだから辞めさせろよ、代わりはいるんだろ、みんなに迷惑かけるってことを考えろよ、え、でもこれでさ、死んだ方が迷惑じゃない、ね、ニュースにもなるし、へえ、昼飯食べてる時間があるんだ、あー、めっちゃめっちゃ、え、やばいやばいやばい、メンタル10しかないよ、もうあれやん、もうライフはゼロよっていう状態になるよ、あー、逃げれた、会社から逃げることに成功した、やったね、あ、バカなこと考えるんじゃないよっていうのはあれか、退社するでバカなこと考えるんじゃないよっていうのは、あの、要は自分で自分の命を絶ってしまうということよね、だからそんなことするぐらいなら退社してしまえよみたいな、お、何、上司、上司、お、何何何何、次の職場でも頑張れよ、お、なんか、何、ちょっといい人風な。To be continued。お、他にもアプリ作ってるから、よかったらそっちも遊んでくれやな。おじさん泣いて喜んじゃうぞ。
はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか最後めっちゃね、いい感じ。感動みたいな感じで終わったけど。確かに、こう人生いろんなことがあるけど、会社に入ったけんってね、別に一生その会社で働かんといかんわけじゃないけん。人生を終わらせてしまうくらいなら、バックレてしまおう。